こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の森です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、キリンが来る第26話、三つ淵の関係いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。いきなり18分ぐらいのところなんですけど、はい、明智さんがですね、こう、はい、なんていうかね、こうみんなに詰め寄られるの、返しがすごく良かったと思います。弾く感じもあるし、うん、どうだっていう感じもあるし、うん、だからこういう役回りだよね、こう明智さん、ね、うん、そうですね。あれですよね、こう一門衆との宴席に招かれて、うん、上洛するかどうかで実は一門の中でも意見が割れてるっていうところなんですよね、うん、でここ来る前にその家老の山崎さんが来て、お前分かってるなみたいなことを釘刺されて言ってるところだから、まさしくその政治の舞台というか、そうだよね、っていうところですよね。ね、その一言変なこと言ったら暗殺されたりとかね、追放されたりとかするところでやってるっていうところですよね。あそこね、すごくいいですよね。そう、いやもう昔の人もおちおち酒も飲んでらんないそうですね、酔ってらんないですよね。そう本当だな、うん、論外かとって言ってパーンってね弾くんですよ ね、うん、そう、そうね。次で、うん、26分ぐらいですかね。はい。明智さんと信長さん の、うん、2人の会話、すごくこれも短いんですけど、うん、なんだろうな、命がかかっている決断をする、うんうん、なんかこう一つ一つの決断がここからも大きいし、この二人は、うん、そうですね、命がずっとかかり続けてるし、その、うん、きっとね、その家族とかもなんかこう背負っているっていう、うん、なんかね、そういう会話だんだんね、なんか多分これからもどんどん増えていくんだろうけど、うんうん、やっぱね、本当に命がかかってる感じがね、すごく強いですね、うん、よく思いますね。そうですね。そう、ここからね、あれなんですよね、織田を取るか朝倉を取るかっていうところの中で動いていくんですね。はい。で、34分ぐらいのところだと思うんですけど、はい、知恵を出し合えば幸いとっていう、うんうんうん、すごく良かったと思いますね、うん、脅しとまでは言わないんですけど、ほぼ脅しだよね、説得というか、なんか強制感がすごいね、うん、思いましたね。ここでも良かったと思います、うん、谷原さん、はい、うん、そうですよね、谷原さんいいですよね、やっぱり声が深くて僕は大好きですね、うん、はい、まあ、今回はでもそんな感じでしたね、うん、そう、いよいよね、ね、越前を離れて美濃に帰るっていうところですよね、うん、いや、そうだね、ついに多分明智さんが信長さんと ね行動を共にする、ね、行動を共にする時がいたんですよね。そう、いや、しかしね、いや、すごい話ですよね。上洛を阻止するためとか、うん、自分が上洛するためにね、子供を毒殺しちゃうというね。いやね、うん、ね、先週はね、忠太郎を一生懸命探してたのに、いや本当だよ本当だよね。なんてね、残酷なことするんだと思うんですけど、でもそういう戦国のね、うん、時代というか世界というかところですよね。いやでも、うん、まあもちろん簡単ではないんだけど、やっぱ怖いな、なんかこう、うん、なんか結構すぐやられちゃうね、ああいうのだとね、うん、ああいうのだとな。そう、でもそう、そうですよね。なんかこう同じ一族一門の中でも勢力争いがあるというか、ところだし、ね、命かけてますよね、戦国の人たちはね、うん、そう。なんかね、そう。だからこう、その出発の朝の時、こう6歳の息子娘がいるんだっていうのはちょっとなんかね、こう子を持つ親なんだなっていうね、ところというか、その戦国大名とか武将といえどもっていうところですよね。
なんかね、切り抜くそういうとこちょっとうまく入れてるよね。うん、そう、そうですよね。なんかこう、なんていうんですかね、その戦国武将たちの、あのプライベートな部分じゃないけど、うん、家族だったりとか愛する人だったりとか、っていうところですよね。はい、というわけで麒麟がくる第26話でございました。ありがとうございました。はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。